今回は僕が高校の頃に作った黒歴史の薄い本と専門時代の黒っきー帳を公開、12年間の成長記録を見ていきたいと思います。まずは専門時代の黒っきー帳から。これはいわゆる創作ノート、主にオリジナルの絵がたくさん描いてあります。顔だけじゃなく全身をいろいろなポーズで描いたり、同じ空間にたくさん人がいる絵は勉強になるのでおすすめ。続いてこちら、写真の模写や人間以外の小物や車なんかを描いた練習ノート、観察力が上がるのでおすすめ。こちらは学生時代のクロッキー、毎朝3分クロッキーをやっていました。そしてこちらは人を描くのって楽しいね、通称人描くの模写。学生の頃流行った本で、僕の人物画の描き方はこの本の影響が大きいです。こちらはスーパーデッサン人物2基本動作編の模写。続いて基本は簡単人物画の模写。絵柄が好きで買った本、いいと思ったら全部模写。あとは電脳コイルの原画集とか、ルーミス先生の優しい顔と手の描き方、ハルトグレン先生の動物の描き方も全部模写。あとついでにこんな勉強もしていましたね。専門時代はこんな感じで絵の練習をしていましたが、遡ること12年前、高校の頃作った黒歴史の薄い本がこちら。中身が気になる人はコメント欄のリンクからどうぞ。あとチャンネル登録もお願いします。